徳島幼児教育土塾のご案内です。徳島市内から広く募集しております。幼児教育を30年以上研究しております。子どもを賢くする方法についての研究でございます。民間の教育機関で学童と学習塾が合体した民間の教育施設でございます。場所は畑1丁目7番18号。お電話番号は 6088-653-1713 でございます。お子様が賢くなる幼児塾、1日1000円だけ税込みでございます。幼稚園がお休み中など、また土曜日、日曜日もお勉強とお預かりをいたします。幼児の場合、前もって予約が必要でございます。教え方は主にグレン・ドーマン法によるやり方で、楽しく学べるように努力しております。仲の良いお友達と一緒にお預け願うと楽しい時間が過ごせます。1日1000円とか、一夏1万1000円というお預かりの方法がございます。緑家庭保育園以来数十年来の伝統と実績がございます。自由で融通が効きますよ。この融通をお聞かせするところが民間の教育機関の一番いいところでございます。塾卒業生、就職先、公務員、医師、教師、薬剤師、警察官、コンピューター、情報関係ほか多数でございます。我が母親の教えは、手に職をつけなさい、老後の生活を安定させなさいでございました。資格を得るためには試験がございます。試験で合格するためには基礎学力が必要です。基礎学力を小さなうちから培うのが土塾のいいところでございます。幼稚園児、小学生、高校生、中学生と持ち上がり式でお教えさせていただきます。学童と学習塾のお月謝は共通で1万1000円、入塾時のお月謝をずっと維持する制度がございます。学童は6時を過ぎてもお迎えまで安心ですよ。我が母親が保険の外交員をして私たちを育ててくれたので、契約が夜の9時になることも多々あって、子供をどこに預けたらいいのか、
働くお母さんの気持ちはとてもよくわかります。全体的な説明を今からいたします。福島小学校、沖野小学校、上等小学校などいつでも途中でも入れますよ。幼稚園児から1年生、6年生まで募集しております。夏休み夏期講習募集中でございます。月曜日から金曜日の学校帰りに、曜日時間は選択可能でございます。親御様の思う通り仕事に行く前に預けていただくと一日中見ることができます。お迎えまで見ることができます。小学生、夏休みは朝から勉強です。英語、算数、国語、理科、社会、学校の宿題と塾の課題を個別指導いたします。夏休みの宿題も見ています。小学校を卒業すると上等中学校、一律高校、上等高校など1年から3年まで募集しております。ご要望をお聞かせくださいませ。中学生は週3回、高校生は週2回、90分間の個別指導でございます。お好みの時間帯が選べます。部活のご都合に合わせて学校帰りとか6時ぐらいの早い時間とか9時近くの遅い時間とかご要望をお申し付けくださいませ。中学生は月水金、英語、数学、国語、理科、社会、高校入試の問題から中学校の定期テスト対策とか学校の授業に合わせて夏休みの宿題とかも見ています。高校生は火曜日と木曜日、英語、数学、物理、化学、生物、大学入試問題から学校の授業に合わせてご説明させていただきます。お一人様から家庭教師のようにお子様の言うことをよく聞きます。このよく聞くということが、お子様の言うことをよく聞くということが教育の根本だと私は考えています。9割よく聞いて、あとの1割適切なアドバイスをする。中学生は普通科高校に進学できるようにご指導いたします。高校生は目指す大学に向けて無理をさせずに、この無理をさせずにというのが一番大事なことです。いたずらに高校生に大学入試問題を解かしてね、挫折さすんじゃなくて、その子どもの今のレベルですねに合わせて一歩一歩階段を上がっていくように、超えれるか超えれられないかギリギリの問題を設定するところが教育の根本だと思っております。テスト前などには曜日のお振り替えなどもいたします。お時間帯は融通をお聞かせいたします。お申し付けくださいませ。お教えする教科や範囲のご要望をお聞かせ、ください。それに応じて、相談しながら授業を進めてまいります。一人一人教え方が違います。お子様の個性に合わせて優しく丁寧に優しい言葉を使ってご説明させていただきます。お勉強が嫌いで超苦手なお子様でありましても、個別指導でゆっくりと基礎の基礎から始めて時間をかけてよくわかるように、お子様の基礎学力が向上するようにお教えさせていただきます。
教師になりたての頃は、ああこの子は物覚えのいい子やなとか、この子物覚えなかなか悪いなとかいう実感を持つものでございますが、30年以上この仕事をしていると、生まれつきとか過去の経験とかに関係なくに関係なしに、純粋にテストで点を取るというのは技術、しかも現在の経験を積み重ねることによって獲得できる生徳的能力とは関係のない蓄積型の技術であるという確信を持つに至りました。つまり子どもの話を9割聞いて1割だけ適切なアドバイスをする、しかもお子様の言うことを繰り返して、お子様の言うことをもう一度お子様の脳にフィードバックすることによって、お子様自身が考える時間を与えて、その中で問題解決を自らが見出せるようにしてあげることが教育の根本だと私は考えるようになりました。特に幼児教育においては、子供だからというような考え方をせずに、大人と同じ感覚で話をしていると人格形成がどんどん進んでいくんですね。あるいはひょっとしたら幼児の場合が人間的に素晴らしい考えを持っているということに気づいた経験が多々ございます。夏期講習も募集しております。電話でお尋ねください。ご遠慮なさらずに、お電話でお試しの無料体験ご希望とお申し付けくださいませ。場所は畑1丁目7番18号スーパーの畑セブン旧跡地、現在は整地されておりますが、その道路南、お弁当屋さんライスハウスの裏3メートル、スロープを上がっていただくと、土軸がございます。軸の北側に駐車できますよ。軸の前には原田金物店とか伊藤タクシーさんとかがございます。場所はちょうど福島小学校と上等中学校のちょうど中間あたり、畑セブン旧跡地、現在は整地されていますが、その南、道路南、お弁当屋さんライスハウスの裏3メートルスロープを上がったところでございます。お車で来られる方は、沖ノ巣に向かって師匠神社の前を過ぎて、肉の和牛肉専門店の肉の前田さんの角を右に曲がってすぐ左に曲がります。細い路地ですが車が通れますので、約30メートルほど進んでいくと土軸の北側に駐車することが可能でございます。幼児教育を30年以上にわたって研究してまいりました。緑家庭保育園以来、さまざまな実績がございます。場所は畑1丁目7番18号、お電話番号が 088-653-1713、 徳島の幼児教育塾土軸でございます。何卒よろしくお願いいたします。